こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ちょうど今トレーニングを今からやろうとしてます。ではやってみます。あ、選べるんだね、こうやってね。テリーから行こうかな。こう行くみたいですね。じゃあやっていきます。構えろ、俺が相手してやる。さあやろうぜ。おお、かっこいい。あ、もう配置されてる。戦士の特徴について知ろう。戦士は武器カードやテンションスキルを使ったリーダー自身にも直接パワーが得意なんだ。なるほど。あ、もう4ある。あ、剣ね。はい、じゃあ俺に。はい、覚悟しておけ。さあ、ん、これ何。今装備したは特殊効果を持った武器。はい、クリックして効果をし、あ、ここかね。はい、ダメージを与えたとき、味方リーダーの HP を3回復。え、自分で自分回復できるってこと。あ、じゃあ、ここら辺にやっとけばよかったかな。OK です。どこまでいけるん？あ、前しかできんの。おお、素晴らしい。したユニットがいました。クリック、これ、はい、味方リーダーが攻撃。うわ、またすごいカードだな、これ。しかもレアリティノーマルなの、これで。すごいじゃん。これで様子見だな。俺のターン。びっくりした、一緒だから。あ、すごいの出てきたな。見せてやるぜ。 HP が高い。OK OK。 これでしょ。これ、まだいい。うん、ターン中味方リーダーは、これも三日月よ、俺に力を貸せ。すごいな。これね、はい。わ、すごい、また強い。ここなんだ。ケイ。すごい。俺としたことが。レベル。これもうできないな。あ、今が練習、次が初級。なるほど。じゃあ初級いきますか。あれ？デッキ？戦士デッキじゃないです。あら、どっちがいいんだろう。戦士デッキかな。最強の剣さばき、見せてやるぜ。お、舞台も変わった。するカードはこれだろう。よし、これだけでいいか。俺のターンだ。何も出せない、残念だった。ふっ、これで様子見だな。さあ行くわよ。来た、痛い。見せてやるぜ。
なんで最初からこれ24でこっち10なんですか。魔法使いだから少ないのかな。出せるけど、単純型リーダーの、いやこれ出したらダメだな。 HP1 しかないから出せないじゃん。これじゃまた自分にテンション上げて、これで様子見だな。私のターンね。きたテンション上がった。フレンド炎で焼き尽くしてあげる。お、結構食らった。俺のターンだ。ケイ、何出そう。あ、位置がある。こいつでいいじゃん、スライム。とりあえずスライム前を行って、スライムの後ろに、これかな。で、これは、攻撃しようかな、どっか。どうすか、どうすか。これで様子見だな。うん、消えないよ。消えた。容赦しないわよ。やられた。やってやるぜ。僕とりあえず死亡時1分の1のスライムこのマスにですね、俺に力を貸せ。まだ動けない。動けないんだ。どうしよう。や、ダメ、やめよう。さあ、行くわよ。やられた。出た。使えるな、このカード。見せてやるぜ。なんかないかな。 HP が15以下の場合プラス2プラス2と仁王立ちを得る。あ、リーダーね、あるな。このユニットの上下にフラットハンドを出す。あ、残念、真ん中に置いちゃった。あ、いいや。とりあえずこいつ攻撃させよう。消えたでしょ。じゃあここに MP が足りないな。あ、あ、6なんだ。あ、やば。5は3か。失敗した。じゃん。じゃあとりあえずテンションだけ上げて、いや4出すか。あるか。容赦しないわよ。あー、やられたー。いけるかな。これ置いて、で、15以下だからこれだな。あ、ダメだ、ゼロか。テンションも使えない。攻撃もできない。匂い、じゃあお前しかいない。頼む。これで様子見だな。なんか反応するな。痛い。なんてこと。
見せてやるぜ。武器きた？これはもらおう。準備は整った。テンションも上げようか。じゃあで4、15以下でしょ。そして攻撃だな。いけるかな。行って。お前たちも攻撃だ。お前も行け。どうしよう、勝っちゃうけどな。勝った方がいいかな。ちょっとは手加減しなさいよ。なかなか最初からもらうデッキがそこそこ強いですね。お、レベルが上がった。このゴールド何使うんだろう。うん、なるほど。次は中級か。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。